先に断ったわらわが言うのもなんじゃが、少佐殿からの申し出、本当に断ってしまってよかったのか。小ガラス丸さんにはすでに先日お伝えしていましたが、今後のことを考えると妥当な提案ではないかと思います。少なくともそちらが今抱えている問題の多くはこれで解消されるかと。どうでしょう、今一度の確認になってしまいますが、一時的にでも陸軍の傘下に入ることを検討されては。お花見衆としての意見でしょうか。しかし、そうなると今後どうするかですね。現状は変わらないわけですから、以前お伝えしたように皆さんの存在を隠し通すことは一層難しくなる。何か打開策がない限り今まで通りとはいかなくなりますよ。とはいえ他の方法を考えないといけないのは我々も同じですね。少し時間を置きましょう。皆さんにはまだ謎の正義の味方でいてもらわなければならないですからね。百花の誓いはわらわたちの事情、本質的にお主を縛るものではない。お花見衆に所属しているとはいえ、お主は御剣ではないのじゃからな。それにお花見衆という組織が機能不全に陥っている現状を鑑みれば、陸軍側のあの提案も何も不思議ではなかろう。お主はやはり変わっておるの。組織の現状を論理的に判断したのではなく、わらわたちのことを見て決めたわけか。気づいておらんかったのか。まったく、おかしな男じゃ。会談お疲れ様でした。それでお話というのは。この合金の製造には天目家の技術が転用されている可能性が高いんです。なるほど、確かにその話なら私も聞きました。以前小ガラス丸さんと長谷倉さんの会談に同席した時です。正直なところ分かりません。個人的な意見を言えば関わっているとは考えたくないです。でも長谷倉さんの言うことも理にかなってますし、天目家の資料に抹消されたものや恋の破損が見られるのも事実で、厳重に隠されてきた資料がなぜそんな状態なのかについても情報を盗んだ者がいると考えれば辻褄が合います。それに跡目争いなども。でも天目の家が魔が月の研究をしているというのは同意できません。皆さんを見られるということは、それだけ御剣を研究しているということです。なら御剣の宿敵たる魔が月の研究をしていても何もおかしなことはないですよ。そんなこと絶対。
すみません、お力になれず。何か協力できることがあれば言ってください。私も甘めの者としてできる限り協力します。はい。すまんな小島、連日資料を運んでもらって。いえ、それは構いませんが、ただ大尉殿が何を気にされているのか未だ見当がつかず。しかも今回お持ちしたのはかなり古い魔月鬼に関する事件資料ですので。言ったろう、日がな一日寝てばかりで退屈なんだ。なあ小島よ、俺が育ったのは山あいの寒村だった。米も育たないような土地だ。はあ。親父は国学の研究者だったが、身を立てることができなかったようでな。方々を放浪した後、行き着いたその村でよろず相談などをやって日々の食いぶちを稼いでいた。いつもニコニコ笑っているような男だった。その親父が言っていたのだ、山には腹を空かせた鬼がいるから近づくなと。一人で入れば取って食われるとな。鬼ですか。子供を危険な場所に行かせないようにするための方便だな。はい、そう聞こえます。ただな、子供ながらにその話を聞くたび疑問に思っていたことがあったんだ。人を食うというそいつはなぜ里に降りてこないのだろうか。そして里に降りてきて人を食ったとして全員を食らったら、次の日からそいつはどうやって生きていくんだろうとな。まあおっしゃる通り方便ですから、きっとそこまでは考えられていないでしょうね。そうだな、ただの方便だ。だがな、奴らはどうなんだろうな。